はいどうもこんにちは、ブレブレゲームスへようこそ。2022年もクリスマスの時期がやってきましたが、 Steam 最大のウィンターセールがやってきました。今回のセールでは通常開発者に連続でセールに参加できない制約があるのですが、それが解除され、直近でセール対象だったタイトルも数多く対象となっています。最近日本国内でも Steam Deck が配送され、 PC でなくてもポータブルでゲームが遊べるようになりました。そんな中から個人的におすすめなゲームを紹介していきたいと思います。ブレブレゲームスではゲームの紹介、攻略動画を投稿していますので、よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。最後まで見ていってください。ではどうぞ。ブレイブテイルレクイエム、2022年ゲームオブザイヤーを受賞した作品でもあります。本作はペストの恐怖を大量のネズミと共に描いたアクションアドベンチャー、ブレイグテイルイノセンスの続編で、成長した兄弟の新たな逃避行が描かれます。事前に公開された情報に反して日本語は非対応となっており、 PS5 の販売に合わせて日本語対応が公式から Twitter 上のリプライで直接伝えられるという異例の処置も話題を呼んでいました。故郷を後にした兄弟のアミシアとユーゴは遥か南の都市で新たなる生活を始めていました。しかしユーゴの呪いが再び目覚めるとき、疫病を象徴する大量のネズミが押し寄せてきた。兄弟は呪いを救う鍵を握るかもしれない予言の島へと望みを託し旅立つのであった。ゲームとしては兄弟2人で協力しながらステルスを軸に南極を切り抜けていくアドベンチャーゲームで、透析術を使い石を相手の頭にぶつけたり、時にはネズミの怖がる火をつけたりと、前作では防戦一方だったんですが、今回はクロスボウが登場するなど新たな一面を見せています。西洋絵画のようなダークで美しい雰囲気や、疫病に侵されたネズミの大群が波のようにダイナミックに押し寄せてくる展開が魅力的な今作、兄弟の行く末を見届けてみてはいかがでしょうか。価格は 25% オフの5235円となっています。 SD ガンダムバトルアライアンス、本作は機動戦士ガンダムシリーズから様々なモビルスーツやキャラクターが登場し、各作品の世界線を越えて共演する新たな SD ガンダムアクション RPG です。正しいガンダム作品の物語が歪められ、原作とは異なる偽りの物語が展開する世界が舞台となります。プレイヤーはこの世界の偽りの物語を修正するために3機一小隊の共同戦線バトルアライランスを率いる小隊長として、さまざまなモビルスーツやパイロットと共にミッションへ挑むことになります。ブレイクと呼ばれる現象によって歪められてしまったガンダム作品の物語を静止へと導くことができるか、さまざまなガンダム作品の名シーンを駆け抜けながら新たなモビルスーツを開発して乗りこなせ、キャピタリア拡張パーツを収集して自分の好きなモビルスーツを最強の機体へ進化させることが楽しみとなってきます。また今作はプレイヤーを待ち受けるさまざまなミッションに他のプレイヤーと協力して最大3人でゲームを進行することが可能で、1人でも3人でも楽しめる新たな SD ガンダムアクション RPG を体験してみませんか。価格は 35% オフの5705円となっています。エルデンリング、ブレブレゲームスでも大変お世話になりました。エルデンリングはフロムソフトウェアが送る新作アクション RPG です。こちらもゲームオブザイヤーを受賞された作品となります。過去作であるデモンズソウル、ダークソウル、セキローのゲームプレイを受け継ぎつつも、舞台はオープンワールドに移行しており、自由にマップを探索しながら各所のボスを攻略していくゲームとなります。 Steam 版ではモッドも有名ですよね。快適にプレイできるようにしたり、面白いモッドもあるので気になる方は導入してみてはどうでしょうか。ソウルシリーズとは違い死にゲーではないのですが、挑むことになるボスはどれも強敵で、相手の攻撃パターンを読み回避、攻撃をタイミングよく繰り出していかないと勝てないものになっています。2022年にリリースされたタイトルの中でも1位と言っても過言ではない作品となりますので、ぜひ皆さんもプレイしてみてはいかがでしょうか。価格は 30% オフの6468円となっています。ダイングライト2ステイヒューマン、前身とも言えるデッドアイランドのサバイバル感をより昇華させた作品となっています。壁や屋根を飛び移りながら移動するパルクール的なアクションが心地よく、ゾンビを倒すだけでなく逃げることも戦略の一つになってくるため、プレイヤーごとに幅広い戦略性を楽しめる作品となっています。プレイヤーは前作に引き続きエイデンとなり、
無数のゾンビが徘徊する街を走り回り、様々なミッションをこなすことになります。ゲームの舞台となるのは、ウイルスにより人口の 90% 以上が死亡した未来で、人類最後の大規模都市、シティが舞台となります。昼は資源を奪い合う人間同士が争い、夜はモンスターで溢れかえる。街では3つの派閥が競い合っており、プレイヤーは3つの派閥の中で奔走します。冷徹な計算、あるいは良心に従ってそれぞれの派閥と関わっていくことになるでしょう。電力や水など生存に必要な資源を派閥に与えれば、街にはトラップやトランポリなど、派閥によって異なる施設ができるようになるというプレイヤーの選択が影響を及ぼします。最大4人で協力プレイが可能です。自分の選択がストーリーにどのような影響を及ぼし、どんな結末を迎えるのか見届けてみるのはどうでしょうか。価格は 50% オフの4385円となっています。ストレイは家族からはぐれ見知らぬ世界に迷い込んだ1匹の野良猫。この長い間忘れ去られたサイバーシティから脱出することが目的です。野良猫に求められること、それは古代から解き明かされてない謎を解明することになります。世界の謎を解き明かしていきます。途中猫は B12 と名乗る空飛ぶ小型ドローンと友達になるのですが、この新たに出会ったドローンとタッグを組み、助け合いながら進んでいくのがとても可愛い作品です。目には見えている目的地に向かって到達する方法を見つけるゲームとなります。雰囲気やサイバーパンクな世界を猫と共に味わってみてはどうでしょうか。価格は 20% オフで2800円となっています。ソニックフロンティア。先月2020年11月8日に発売された本作がセール対象となっています。ソニックフロンティアはソニックならではの超高速アクションで、広大な島を自由に駆け巡る縦横無尽な新境地アクションアドベンチャーです。今まではステージクリア型のソニックゲームをオープンゾーンという遊べるワールドマップに進化させ、次世代のステージクリア型ゲームになっています。バトル、謎解き、電脳空間など様々な要素をプレイスタイルによって自由に遊ぶことが可能です。ストーリーとしては、誰からも忘れられた島スターフォール島を舞台に、ソニック、エミ、テイルスの3人はカオスエメラルドの反応を追ってこの島に向かっていました。島の上空に差し掛かったその時、突然トルネード号にトラブル発生。空に開いた時空の穴に吸い込まれ、ソニックだけが仲間とはぐれてしまいます。本作はソニックが仲間を探すため、この島には何が眠っているのか、行く手を阻む謎の少女の目的とは、謎めいた島を舞台にソニックの新たな冒険が始まります。今までのソニックとは一味違うワールドマップとなった本作を遊んでみてはいかがでしょうか。価格は 30% オフで4612円となっています。コールオブデューティモダンウォーア2、知らない人はいないだろう COD シリーズの最新作です。ゲーム配信者や実況者の中ではマルチプレイによるオンライン対戦が有名かと思いますが、シングルモードであるキャンペーンもシリーズを通して迫力があり、まるで映画の世界に入ったような体験をすることが可能です。発売から10日間でなんと10億ドル、当時のレートで約1500億円売り上げた化け物タイトルですので、海外でも日本でも人気のあるタイトルとなります。最新のバトルロイヤル体験である Call of Duty Warzone 2.0 にもアクセス可能です。 PS ストアと比べると少し値段が高いですが、世界を駆け巡るシングルプレイのキャンペーン、リアリティあふれるマルチプレイの戦闘、そして進化を遂げたゲームモードのスペシャルオプスの戦術的な協力プレイを体験してみてはいかがでしょうか。価格はマイナス 15% オフで8228円となっています。タクティクスオーガリボーン。こちらのゲームも先月2020年11月11日に発売されたばかりですが、セール対象となっています。2010年に発売されたタクティスオーガ運命の場をベースに、グラフィックやサウンドをパワージョンアップし、ゲームデザインに踏み込むことにより新たなタクティクスオーガとして進化を遂げました。バレリラ島で起こる紛争を描くタクティカル RPG です。このゲームの魅力といえば、プレイヤーの選択によって展開や結末が異なるマルチストーリーとマルチエンディングシステムを採用しているところです。主人公の青年デニムの視点で物語は進行し、迫られる決断によって彼をめぐる人々の運命とバレリアの歴史が大きく動いていきます。高低差のある立体的なフィールドで繰り広げられるタクティカルバトル、バトル AI を一新し、フィールドの形状や戦局に応じて敵の戦術が変化、
チュエーションに応じてどう戦うかを考えるのが楽しい飽きのこないバトルを演出します。弓がそこまで強くなくなったりと変化したでもありますが、カットシーンをフルボイス対応、 SE を再構築、全ての BGM を生演奏で再レコーディングしています。進化したタクティカル RPG をあなたも体験してみませんか？価格は 15% オフで4658円となっています。ディープロックギャラクティックは協力プレイが何より求められる SF 系 FPS です。プレイヤーは大胆不敵なスペースドワーフたちで、周りに広がる世界はほぼ 100% 破壊することが可能です。洞窟は毎回異なるランダム生成、そして異世界モンスターたちが永遠に湧いてくるゲームとなります。最大4人の協力マルチプレイに対応しており、採掘や探索、戦闘を行っていきます。舞台となるのは巨大な洞窟となっており、そこには恐ろしいモンスターとともに貴重な資源がそこら中に散らばっています。4人で力を合わせてモンスターを打ち倒しながら、ランダム生成の洞窟から資源を回収することが目標です。3弱名弱の少人数のチームで運営されているタイトルですが、累計プレイヤーが1000万人を超える人気ゲームです。あなたも仲間と協力して洞窟探検してみませんか？価格は 67% オフの1019円です。サイバーパンク2077。最近アニメ版サイバーパンクエッジランナーズが人気となった原作のゲームです。巨大都市ナイトシティを舞台に、生存をかけた戦いに身を投じることになった主人公 B を操作し、オープンワールドアクションアドベンチャー RPG を楽しむことが可能です。外見からサイバーウェアによる肉体強化、プレイスタイルまで豊富なカスタマイズ要素を用意しています。無数の選択肢を通じて自分だけのストーリーを語れ、ナイトシティはレジェンドが生まれる街、そして君の伝説はここから始まる、数多くの改良を重ね、無料追加コンテンツも実装されています。プレイヤーはオープンワールドを舞台に、本編のストーリーはとても魅力的でボリュームのある内容です。またサブミッションも各キャラクターを掘り下げる内容となっていますので、ぜひプレイしてみてください。戦闘要素としてはスキルやビルドを自分好みにできるのがとても良いシステムだと思っていて、近接特化や遠距離特化など好きなスタイルでナイトシティで暴れ回ることができます。2023年にダウンロードコンテンツ、かりそめの自由の配信が予定されており、発売されてまだ1年は経っていませんが、まだまだ盛り上がりを見せています。エッジランナーズのキャラクターが装備していたアイテムがゲーム内にも登場します。あなたもナイトシティで混沌とした世界体験してみませんか？価格は 50% オフの3685円になっています。ファイナルファンタジー7リメイク。1997年に発売されたファイナルファンタジー7、主要スタッフが手掛けるファイナルファンタジー7リメイク。壮大な物語や魅力的なキャラクター、当時の最先端技術が駆使された映像で多くの人を魅了した不屈の名作が時を経て新たな物語として生まれ変わります。コマンドバトルと直感的アクションが融合することで戦略性は高くなり、現代グラフィック技術によってファイナルファンタジー7の世界をリアルに再現しています。最近クライシスコアのリマスター版が発売されたので、 FF7 の世界に触れている方が多いのではないでしょうか。残念ながらクライシスコアは今回のセール対象ではないですが、現代の技術で蘇った FF7 の世界を体験してみてはいかがでしょうか。価格は 43% オフで5630円となっています。ニーディーガールオーバードーズ。ニーディーガールオーバードーズは最強インターネットエンジェルを目指す承認欲求強めな女の子との生活を描くマルチエンディングアドベンチャーです。配信を行いながらちょっぴり病んだり、ストレスが減るやつを決めたりする日常を過ごしつつ、超絶才川天使ちゃんのフォロワーを増やしていくゲームとなります。実際にゲームの中で配信を行うことになるのですが、あなたの指示次第で調教されたリスナーが湧き出し、オタクからのスパチャがバシバシ飛び交う人気配信者になることができます。その配信を行うにはネタを集めることになるのですが、配信外ではいろいろなことをして配信のネタを探しましょう。配信してオタクにこびるとストレスがたまるから息抜きも大事になってきます。デートをしたり、ちょっぴりエッチなことをしてあげたり、ストレスが消えていくやつを決めさせたり、 SNS で愚痴を吐かせてあげましょう。インターネットの闇に飲まれないように、あなたの取った行動でエンディングが分岐することになります。様々な形の破滅を体験しつつ、
この物語にハッピーエンドが存在するかどうか、あなた自身の目で確かめてみてください。価格は 20% オフで1344円となっています。 Ready or not。 2021年12月より早期アクセスが開始されている開発中のタクティカル FPS ゲームとなります。プレイヤーは警察特殊部隊の SWAT の一員となり、チームと共に犯罪現場に突入、人質の保護や犯人の無力化など状況に応じた任務を遂行することが目的となっています。 SWAT はアメリカドラマや映画が好きな方でしたら一度はその姿を見たことがあるのではないでしょうか。このゲームはなんと敵の AI が死んだふりをするタクティカルホラーでもあり、2022年今年に入ってからも大型アップデートが適用されており、特に敵の AI の回収に力を入れているようです。本作はリアルさ、現実への近さを追求して作られているため、プレイヤーも敵味方も数発の弾丸で死んでしまいます。敵の AI について特に驚いたのが、銃弾や叫び声など攻撃的な音が聞こえると、ベッドやクローゼットの中に隠れたりして、不利な状況下ではなんと自殺をしたりもするんですね。死んだふりをして誰も見ていないタイミングで奇襲を仕掛けたり、そのまま走って別の建物に逃げてしまうこともあります。本作はソロプレイはもちろん最大4人まで協力プレイに対応していて、選べるマップは現在12種類存在しています。製品版では PVP モードも実装予定なので、今後の展開が楽しみなゲームです。価格は 25% オフの3300円となっています。グランデッド。グランデッドは昆虫がばっこするミクラな裏庭の世界で、生存を目指すサバイバルクラフトゲームです。最大4人まで協力プレイが可能になります。リリース後に日本語にも対応しました。ゲームが始まると少年少女のキャラクターから1人選び、物語が始まります。目が覚めると見知らぬジャングル、しかしどうやら木々が大きくなったのではなく自分が小さくなってしまったようです。道具をクラフトする技術を学び、武器や防具を揃えて基地を作り、虫たちの脅威から身を守りましょう。個人的に最近プレイした中でも冒険心を煽るゲームだと思いました。印象的だったのは地形を突破するための謎解き要素が極めて多い点です。目の前に目的地があるのに簡単にたどり着くことはできないのですが、思わぬ場所で隠し通路を見つけたりすることで地形を突破し、パワーアップのアイテムや未知のエリア解放など報酬を手にすることができます。本作は拠点の防衛がメインとなるのですが、一人では難しいので、素敵な仲間たちと一緒に昆虫の脅威を退いてみてはいかがでしょうか。価格は 33% オフで2874円となります。はい、ではいかがだったでしょうか。本日は Steam ウィンターセールのおすすめゲームを紹介させていただきました。知ってるゲーム多かったと思いますが、年末年始のお休み中にね、遊ぶゲームの参考になればと思います。今回の動画が良かったと思った方はね、チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ではまたブレイクブレイゲームスでお会いしましょう。それでは。